ネッタバルジライは、モノニムでネッタとしても知られる、イスラエルの歌手、レコーディングアーティスト、ループアーティストで、イスラエルのテレビ番組、ハコクヘイブハバの第5シーズンの優勝者。この優勝によって、イスラエル代表として2018年の第63回ユーロビジョンソングコンテストに出場する権利を獲得した。2018年5月12日、 彼女はポルトガルのリスボンで開催されたコンテストで、トヨを歌って優勝し、イスラエルにとって、1978年、1979年、1998年に、続く4度目の優勝をもたらした。ネッタ・バルジライは、1993年1月22日に、イスラエルのハシャロンに生まれた。父親が、ソレルボネによる建設プロジェクトに関わっていた関係で、 子供の頃に4年間ナイジェリアに住んでいたことがあった。バルジライは、ほどハシャロンのハダリム高等学校に学び、イスラエルの青年運動である、ハーノアハー・オーベード・エハーロメドの役員も務めた。イスラエル国防軍の徴兵制度による兵役に就く、前に、準軍事組織のナハルで1年間の志願兵役を経験した。彼女は、兵役義務を、イスラエル海軍の軍学隊で全うした。 その後、彼女はリモンジャズ現代音楽学校で電子音楽を学んだ。2017年9月、バルジライはユーロビジョンソングコンテストに出場するイスラエル代表の座を競うテレビ番組、ハコクヘイブハバの第5シーズンのオーディションを受け、リアーナのルードボーイを歌った。82%の視聴者投票の支持を得た彼女は、第2段階に進出し、デビッド・ゲッタの ヘイママを歌った。2018年2月には、スパイスガールズのワナビーを歌い、リッキー・ベン・アリとの1対1の対決に敗れたものの、審査員たちのチョイスで次のステージに進出した。バルジライがこのコンペティションで歌った最後の曲は、サイのコーナンスタイルと、下車のティックトックのマッシュアップであった。審判員たちと、聴衆から210点を獲得したバルジライは、 1> 第1位となり、ユーロビジョンソングコンテストのイスラエル代表権を得た。本選進出を決めた後の記者会見におけるバルジライ。2018年2月25日、ユーロビジョンでバルジライが歌うのが、トイという曲で、一部にヘブライ語の語句を含むものの英語で歌われることが明らかにされた。この曲を作詞作曲したのは、ドロンメダリーとスタッフベガーであった。 この曲は2018年3月11日にリリースされミュージックビデオはユーロビジョンが始まるまでの2ヶ月に2000万回以上閲覧された。2018年4月14日、バルジライはこの曲をアムステルダムで開催されたユーロビジョン最大のプロモーションイベントであるユーロビジアン・イン・コンセールで披露した。その4日後、バルジライは ホラヒーチゼットをイスラエル建国70周年を祝うトーチライティングセレモニーで歌った。2018年5月8日、バルジライはユーロビジョンソングコンテストの最初の準決勝に参加し、283点を獲得して準決勝を勝ち上がり、5月12日の決勝への出場権を得た。決勝では彼女はテレビ視聴者の投票で第1位。 国際的構成の審査員団の投票で第3位となって合計529点を獲得して優勝した。2019年5月14日、イスラエルのテルアビブで行われたファーストセミファイナルのオープニングにて昨年優勝を飾ったトイのリミックスを披露した巨大な招き猫から登場。衣装も 新しいデザインとなり、昨年身につけていた着物をモチーフとした衣装は8名の女性ダンサーが着用。6名の男性ダンサーは着物の帯の赤と黒を基調とした衣装でハイヒール履いて登場。圧倒的な歌唱力と圧巻のパフォーマンスで会場を沸かせた。2019年5月19日、グランドファイナルにて新曲7バナナを披露。 2017年ウクライナ代表のベールカセルジューチュカがゲストで出演し、トイオベールカ、風味たっぷりに歌い上げ、会場が大いに盛り上がった。ありがとうございます。